ロバート・シャーリー、ロバート・シャーリー、1581年、ゴロ1628年7月13日は、イングランド王国の旅行家、冒険家である。イングランド南部サセックスに生まれる。兄に連れられてサファビーやサイランへ行き、アッパース一世の軍政改革に、兄と共に貢献、現地で妻をめとる。ハプスブルク家やイングランドとの同盟を考えていた、アッパース一世の命を受け、 外交施設を率いて、ヨーロッパを訪問、行く先々で非常な艦隊を受けた。後年には逆に、スチュアート長が、サファビー長へ送った施設に随行するが、目的を果たす前に、ガズビーンで暗殺された。ロバート・シャーリーは、チューダー朝エリザベス一世女王時代のイングランドにおいて、ウェスト・サセックス州ウィストン出身の父と、母アン・ケンペイ。 ケント州 Y 出身のトーマス・ケンペ1591年3月7日没の娘の間に生まれた3番目の息子である。やはり冒険家として有名な2人の兄とかいる。さらに成人した女兄弟が6人いた。ロバートは1598年に5千頭の馬と共に兄アントニーのサファビーアサ、ペルシアへの旅に同行した。 1599年12月1日から1600年5月までに及んだアンソニーの旅の目的はイングランド民兵の規範に従ってペルシアの軍隊を訓練しペルシア砲兵隊を改革し訓練し直すことだった。役目を終えてアントニーはペルシアを去ったがロバートは他の14人、別の一説によると5人の随行者と共に残った。アッパース星はヨーロッパ諸国と タイオスマン同盟を組むために剣士することを考えており、アンソニーが自分を拳王施設団に加えるよう主張したので、それを認める代わりにロバートを人質とした。1600年から1608年の間にオスマン帝国との戦闘に従軍し、有望な戦いぶりを見せた。スーフィアーンの戦いでは三度負傷したという。そのこともあって、アッパースイッイは、 兄アントニーがペルシアに戻ってこなくても、ロバートを処罰することがなかった。ロバートの武勇伝は、ペルシアの施設として、ヨーロッパを訪れた際に誇張されて伝わり、同行した艦隊を受ける原因になった。また、ロバートは、チェルケス人の有力者の娘、テレサと結婚した。テレサは、キリスト教徒であり、凛々しくて乗馬が得意な女性だったと記録されている。当時のサファは、 オスマン帝国と一世紀以上にわたり交戦していた。一方のオスマン帝国はフランスと同盟を組み、他のヨーロッパ諸国を圧迫していた。1600年、シャア・アッパース一世は、オスマン帝国に対抗する同盟をヨーロッパ諸国と組むことを目論み、気づいバ場所の有力者、フサイン・アリー・ベグバヤー統制士として、アントニー・シャーリーを含む施設団をヨーロッパに送る。しかしながら、 はかばかしい成果を上げられなかったので、今度はロバートを外交施設として、1608年、イングランドのジェームズ一世ほか、ヨーロッパのショーの宮廷へと送った。この使命を果たすため、ロバートはまず、ポーランドリトアニア共和国を訪れ、ジグムント三世の艦隊を受けた。1609年6月には、プラハへ到着し、宮中博の称号を得た上、ルドルフ二世により、 神聖ローマ帝国騎士に助せられた。ロバートはドイツからさらにフィレンツェとローマへ向かい、1609年9月27日、日曜日、18人の共周りの者たちと共にローマ市に入った。教皇パウルス五世も彼に白尺の称号を送った。次にミラノ、ジェノバイ進み、そこからスペイン行きの船に乗った。1609年12月、バルセロナに到着。 妻テレサもこの度に帯同させていたが、プラハにある女子修道院に預けていた。ロバートはバルセロナから手紙を送って、テレサを呼び寄せ再開し、1611年夏までマドリードに泊まった。1611年にイングランドへ到着したが、オスマン帝国に強い利権を持つの反対を受けることとなった。1613年にペルシアへの帰路に着く。 カイロで希望見ぬよ周りインダス川の川口からムガル帝国のインドに上陸した。当時はポルトガルがホルムズ島を占領しており、ポルトガル船に見つかると沈められる可能性があるので、遠回りする必要があった。1615年にはペルシアの砂漠でロバートの大将が機体の旅行家と偶然に出会う。その後、エスファハーンに妻テレサと共に帰還した。1615年に、 ヨーロッパへ戻り、マドリードに住んだ。1627年に、サファビー町へ向かう英国の、初めてのチ中ペルシア大使を伴って、三度目のペルシア旅行を観光する。しかしながら、ガズビーンに到着したところで二人とも毒殺された。遠い国から来たロバート・シャーリーとその妻の派手な、欧州アンギャは、17世紀ヨーロッパ各国の画家、作家たちのインスピレーションを、 大いに刺激した。が収蔵するアンソニー・バンダイクが1622年に描いたものや右系の個人像のものをはじめとしてロバート・シャーリーとその妻のダブルポートレートがいくつか存在している。1624-1627頃に描かれた右系のダブルポートレートにおいては彼らを迎えるヨーロッパ側の人々に強い印象を与えようとロバート・シャーリーが ペルシア風の異国情緒あふれる服をまとい、一方でテレサはフリントロック式の拳銃と懐中時計を手にしている。これらは当時ヨーロッパがペルシアへ紹介しようとしていたヨーロッパの技術の象徴である。文学においては、ラによる1607年の劇、イングランドの三兄弟の旅にドラマ化されている。1609年にはポーランドのクラカウに住むスコットランド人、 アンドリュー・リーチという人物が、と題するラテン語による、演説文を書いた。この演説文は、同年に、トマス・ミドルトンが、という題ですぐに英訳した。また、ウィリアム・シェイクスピアは、ロバートに対するシャー・アッパースの寛大さに、インスピレーションを得て、ジューニアの中の登場人物に、ペルシアの王様が、年金の何千両もくれる、で、この楽しみばかりはやめられん。 小津次郎役、岩波文庫、2007年より、引用をと言わせた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。